50% つれいね。ほいほい。50% は怖い。せめてゴリ押し剣が欲しいわ。はい。はい。OK、ナイス。これで人権獲得して、この人一気に送って。はい。あれでオリミ君なんじゃねえかなって思ってるけど、どうなんだろう、違うのかな。ほい、俺の予想はね、こう。こう、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 こう。ほい、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 ほい。5位が予想。マージン入ってるこれ。ほい。ほう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 。まだ8分か。結構早いな。喧嘩早かったね。偽装してる人が早めに倒したから。ほい。超がっつり5位の人が偽装してたから。それで早めに人を倒してたせいで。あんまり長引けない説がある。連地獄。耐えてくるね。ほい。だが俺が受け手にはなってないから。はい。普通に組んだ方がいいかな。もう結構連で時間を与えてる間に掘られてる気がしなくも。いけよ。
もう普通に行こう。だいぶマージン入ってるから。オッケー。長かったなぁ。やっぱりドレミ君だったね。ガッチガチにマイアンさん。やっぱり強いな、この人。この人強いわ。あ、まだこれでもマージン来てなかったんだ。多分ドレミ君が偽装して、ほとんどの人を葬ってたから。それで、試合展開が早いように感じたけど。中盤が長かっただけで、そんなにマージンは入ってなかったんだね。